はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思いますということで、やっていこうと思うんですが、この比類なき魂っていうガチャの、初回無料分がね、あるので、今回はねこれを引いていこうかなと思うんですが、まあそれ以外にね、この点検ガチャもなんか無料分がついてるのと、まあいつもの熱拳ガチャね、まあ今回はこの3つをちょっと引いていこうと思いますということで、熱拳からいきましょう。いけ、さて、今回はどんな感じかなということで引いていきますが、まあまず熱拳は様子見ですね。あーでも割と星6が多い、古い星6がね結構被ってくれるのは嬉しいかなというところですね。そしてピンポイントでなぜか猫田さんとゆきさんが、ダブルと。続けてじゃあ点検の方行きましょうか。点検は、ピックアップちょっと選ばなきゃいけないですね。高村さんをチョイス、さらに学ラン鮮度をチョイスで、ここはどうしようかな。宮田くん欲しいな。ウォーリー重ねるもありだけどね。ここは高村さんでいいか。まあ、高村さんねちょっと合コン高村がいるから、レッツコンの高村さんいやどうかなっていうところもあるんだけどね。はい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 、板垣妹と、まあここもねちょっとユニゾンの、あ違う、沢村まだ持ってないから沢村にしよう。そして星7高校はまあ伊達さんにしておくか。 OK、 これでいきましょう。いけ、さあどうよ。学ラン鮮度まだ持ってないからな、そこら辺出てほしいかなというところですが、さあおっと、支える手のやつ来ましたね。そして装備も何か出る。おいほ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 い、まあ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 、支える手、っていうか俺を支えているものか。1111日記念のやつ重なったのは良かったかなというところですね。そう、続けて、今度はこっちか。これですね。比類なき魂。これは、まあ、剣玉枠と装備枠で6と5で分かれてると、そういう感じか。OK、引いていってみましょう。いけ、さあ、どうよ。学ラン鮮度、来ないかな。赤ベルトが多い。お、宮田くんだが、持ってる宮田くんですね。はいはいはい。そして宮田ユニゾン親子。はい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 。まあ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 。どうかな。まあ、高村姉とかね、重ねたらちょっと強くはなるのかなという感じですけどね。そして最強の魂モード発動中。最強の魂モードね。まあ、ちょっと追撃する余裕がないから、いけないんだけどね。オッケー、じゃあちょっと重ねていきましょうか。まずは一括でくっつけられるやつはくっつけてしまう。そうだね、まあオッケー、これはくっつけましょう。お、90がヤップ。さらに、手動でくっつける方ですね。まずあれか、高村さんのやつ重ねましょう。ほいほいほい、1111に支援パワーアップする。さらに高村姉は、あ高村姉そうだよね、一括の方には入ってなかったよね。 OK、 つけちゃいましょう。そして板垣サポート、メモリアルサポーターくっつけて、プラス30まで来ましたね。 OKOK、あとは猫田&ゆき東京見物メモリアルサポカ、こちらも育つ。こっちは32まで来る。そして
64まで上がってる、また会おうで幕の内が、69まで来た。よし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 、さらに伊達さんハートブレイク、こちらは56。いいぞいいぞ、さらにあれか、ミックスアップですね、ミックスアップも56。そしてオオカミ対カモシカ、こちらは、カモシカ対オオカミか、順番が逆だったはい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 、54まで上がった。そしてとりあえずメモリアルサポか、だいたいこんなところかおっと思ったけど、マシバと木村のやつも、1枚くっつきますね、まあ、ただレベルは上がらず。さてさて、高村さんのやつもう1個ありましたね、これもくっつけちゃいましょう。あとは、あ、まあ一応これもくっつけとくか、プラ13。ほい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 、こんなとこかな。あとは、あ、これか、この辺くっつけていきましょうか。一歩と伊達さんのやつ、一歩と伊達さんのやつはどこだ一歩と伊達さんのやつ、あれ一歩と伊達さんのユニゾンどこにいる、この辺にいるはずだよな。あれマジで見当たらんどこ行った、あれ一歩と伊達さんのやつじゃないか、あ、ちょっと待って触っちゃった、あ、いたいた、一歩と伊達さんのやつが、プラ5になりますね。 OK、 お、176外、結構上がるなこれ。外か、外か一歩&伊達さん、そしてあとはあれ一歩の両親と幼少期の一歩と宮田くんのやつは終わったんだっけ、この辺はだから終わってるのかな、とつ、だからむしろあれか、こっちか、ミスター坂口とかだな、ちょっと待った触っちゃった、ミスター坂口とかだな、ミスター坂口は2枚あるので、おっプラ10になる、これ多分なんか絆増えそうだね。ほい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 、さらに初期高村さんかな、初期高村さんこっちだよね、月光のやつプラ7、初期の方がやっぱりねちょっと重なりが甘いからね、重ねていきたいところだね。あとはバイソンウォーリー、バイソンウォーリー仙道マシバ、いやいろいろいるな、さらに、ホークもいますね、くっつけていきましょう。力のホークも今いたから、力のホーク探しますか、力ホークこれかな、 OK、プラ6になる。さらに、バイソンいたね、バイソン重ねましょう。9から10は5枚必要なので1枚だけだとちょっと遠いなっていう感じかな、まあでもコツコツ重ねていくしかないからね。あとはマシバ、マシバはフンヌのやつ、こちらもねプラ9からプラ10の道のりの途中ですね、リーチがかかる。さらに、オーリー、このオーリーかな、お、自由オーリープラ10になったね、オッケーオッケー、自由ウォーリーいいっすね。さ
さあ、あとは、ジミーと仙道とユニゾンの一歩、一歩と宮田くん、そしてクミちゃんか。はい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 、とりあえずマシバクミをくっつける。マシバクミくっつけて、ユニゾンの一歩と宮田どこだろう、そっち探すか。宮田と一歩はどこでしょう。いた、宮田と一歩をくっつけておきましょう。11になる。 OK。さらに、ジミーか。ジミーはどこだ。いた、おプラ1617に上がる。意外と育ってたねこのジミーシスパー。さらにこの船頭、何船頭だっけ。方向か、方向船頭ね。方向船頭は今のイラストか。ちょっと鮮度も種類が多いんでね、イラスト探すのが大変ですが、こっちですかね。方向鮮度11から12にアップ。 OK。 こんなところかな。あー違うな、こっちがあれか、白い枠か。白い枠ですね。くみちゃんと板垣なの子、板垣妹。これは11の、12に上がる途中って感じですね。OK。そうね。星6はこんなところか。あとね、星5で、この辺が、あ、もしかしたらちょっと、あ、20までは上がる。オッケーオッケー。先導船のボルグさん、星5のやつ。あと4枚で、だから貫突になるのかな ?20 まで行ったってことは。じゃあ先導の方はどうかというと、お、先導の方も20になりましたね。オッケー。星5キャラは、星5キャラはいよいよ、星5キャラはいよいよこの2人だけか。そうだね、コラボを除けばこの2人で終了っぽいかな。ほい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 、なるほどなるほど。よしよし。で他のやつは一応一通り重ねたというところで合ってるかな。 OK。 じゃあちょっと絆見ていきますか。超熱戦、これを、上げていく。ボルグさんが21になればここ完成だね。さらにテクニカルパンチャー、これもボルグさんが21になれば完成。さらに脅威、これはフォークのレベルが上がったという感じかな。王者の力、こちらもフォークが上がった感じ。ミスター坂口10になってるけど、ミスター坂口よりもまずはフォークを重ねないと、ここから先進めないよという感じですね。で高村さんの、初代星6が上がったことでこちらもちょっと上がった。最高のセコンド、これも高村さんが、会長に追いついてきましたね。そして因縁特集、これも高村さんが、絡んでいる。さらに月光、こちらも高村さん絡み。あ、まだ上がるか。あ、っていうか、これなんか倍率いいな。ずいぶん。そして、聖魂の導き。これはあれだね。装備で、属性ごとの装備が出た時に、なんか実装された絆でしたね。確か。だからまあ、本編に絡んだような話とはちょっと違う系統のやつですね。王者の力ボリューム9とか、あっち系。積み重ねた拳も上がる。さらに、鴨川一族総戦力。こちらも、進みますね。OK。ちょっとあれか、強化もできるならしたいか。ちょっと星5はもう突っ込んでもいいっちゃいいからね。この辺、入れちゃいましょうか。 OK、 とりあえず1レベル上げておきましょう。
そして野生のリズム、こちらも上がっていく。アメリカの英雄、ほい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 。そして野生の本能、ウォーリーとホーク、圧倒的存在高村さん、まあ日本国内に敵はなしと、そんな感じの話ですね。男の名はジュニア、これはランディか、はい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 。ランディとこれあれこのタイミングで上がったあれか、ランディとゲドウのユニゾンのやつか。でチャンピオンカーニバル、これは、一歩と、伊達さんのユニゾンのサポカのおかげで上がってきますね。おこれ結構倍率いいな、54% 上がる、 61% いいぞいいぞ、さらに、68% まで上がる、 75% いいね。そして究極のカウンター、宮田くんがちょっと育ったよという感じかな。はい、ということで、まあ、今回あちょっと待って、装備の方もなんか引いてたかな。ちょっと待った、装備変更で、星獣装備、劇場のやつね、1個引いてて、劇場っていうか、これをね、1個引いてたと思うので、まあ、高村さんにはつけてるから、もう一つね、ウォーリーにも装備させてる、ボルグさん、ボルグさん入れ替えるか、ボルグさんのやつが星獣装備なので、星獣装備と入れ替えちゃいましょう。これで少し戦力アップするかなというところですね。あ、少しどころじゃない、48回も上がる、マジか、でかいね。で相変わらず高村さんの属性装備がないんだよな、高村さんには。まあ、それなくても一人で3200台出してるからとんでもないんだけどね。そうね、とりあえず、あ、ちょっと待って。イーグルにつけてる、ここさ、イーグルにつけてるやつ高村さんにつけた方がいいよな。ちょっと外れて一旦下がるけど 3.5 回下がったけど、こっちに、星さん付け直せば、それ以上上がると思うので、あ、うん、あれそうでもないのか、プラス 2.8、 あれちょっと待って、微妙、あれ入れ替えて下げ幅と上げ幅で、あれちょっと待って、なんでだろう。いやでも倍率で上がるんだから元の数値高い方がいいだろう。あれ？ん？ちょっと待って、トータルで上がってたか、ちょっと今いいや後で見直しましょう。そうね、まあとりあえずこんなところか。これもね、星7があったから高村さんにつけておくか。どれだっけ、今多分旧高村さんがつけてるやつ、これか。これとちょっと付け替えときますか。豪快高村の方がつけてるやつがあるんでね。お、27倍上がる。で、豪快高村スタメンから外れてる方、一応ね、余ってるから、これつけておきましょう。OK。まあ、装備の入れ替えはこんなところでいいかな。ほい、あとまあジムパーツとかも手に入れてた気はするけど、ここに関してはそんなに、うーん、そうだね、星8とかのテーブルとかだよな、さっき重なったのは。だからちょっと意味ないですかね。あ、でもちょっと待って、リングが、少し重ねられるみたいだから重ねておきますか。これでちょっとだけでも、戦力上がるかな。OK、6000がいった。はい、ということで、まあ、今回はねここまでにしようと思います。実戦総合力6000回超えましたね。 OKOK、 まあ外の次の桁がね折り返したことで、まあ見えてきたといえば見えてきたのか。まあ、4000回上げるってなると結構遠いから
全然見えてないとも言えるんだけど、まあでもインフレ激しいんでね、そのうち行くかなというところですね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。